さやちゃんは、さやちゃんはいない、リサちゃんモデルさん、リサちゃんや、だいぶジョギングしてるなこれ。え、小春のあのドキドキポイント言っていい？あかんあかん。何？バカじゃないの？足の長さ一緒。え？自体。どうしたの？え、いつ来て？あ、これ。こういう系。小春がお気に入りのタイプやん。ここにスって入れるだけで。あの、うん、楽ちんってことやろ。そう、脱ぎやすい。はい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 、間違えた、あの脱ぎやすいし、脱ぎ履きしやすいな。そう、うん、君サイズ何倍だっけ。分からん、21じゃないか。絶対違う。これまずいね。あ、それサイズがないからもう買えんかったんやったっけ。いや、サイズがないからもう買えんかったんや。もう年頃やから。これ24まで。ちっちゃい子用や、うん、これ紐やん。え、紐やん。紐ぐらい履けよ。それぐらいの年やねんて。紐じゃない。紐ぐらい履け。ジッパー。え？ジッパーがいいの。じゃあそれサイズがないね。ニューバランスがいいな。リサちゃんだけやろ？え？サイちゃんは？サイちゃんはいない。リサちゃんモデルさん。リサちゃんや。リサちゃんモデルさん。リサちゃんや。これ。そう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 、こんなんとかさ、ほら分厚くてさ、なんか可愛いよ。あ、紐。え？紐やん。いや、だから紐やん。可愛い靴は紐だよ。こんなんとか可愛いよ。あ、ジッパータイプ。絶対こっちの可愛いよ。え、ちょっとやんねん。こちらです。色強、急に色強。めっちゃ可愛い感じだったのに。あれはなんかスマートシューズって感じだね。携帯と連動してなんかできるタイプ。少年向けの。すごい可愛いよ。すごすぎて笑ってしまった。タイプの時さ、2位も、覚えとこ、2位も。タイプの時にさ、選手あそこダメでした。だから こっちだったらいいじゃん。防水やって。ナイキの、ナイキの方を学校用にする？いや、こっちを学校用にする。これいいやん、こんな。2位も？ 2 位も。ねえさ、あの、こっちの2位もか、こっちの2位もどっちがいいと思う？こっちの2位もか。こっちの匂い。視聴者さん聞いてる。リサちゃん。リサちゃん。かわいい。いかに匂い。いや、匂いで。何センチかさ、正しくわからん。だから、これ履いて。あ、ま、試してみよう。2位スタートで。あの、メーカーによってさ、違うから。2位もやから。2位もだけに2位スタートで。ナイキはちっちゃめかもしれんけど。これでも普通に走って脱げないよ。今と一緒だって。これと一緒やわ。可愛い。若干背高いじゃん。え、何？いや、めっちゃ安いよ。サイズある？サイズ。ないんじゃん、これは。22まで。これ 24.5 まで。ニューバランス。だいぶジョギングしてるな、これ。まあ、学校用としては適してるんだな。適してるよ。さっきのなんか週末用って感じだったけど。さっきのお出かけ用みたいな感じだったね。こっちはサイズあるんじゃん。さっきのやつだよ。え、小春が正直、速さよりおしゃれ重視やねん、私。お前、学校よって言ったやっけ。でも、学校のお友達がみんなおしゃれ重視になってきてるのに。自分で言ったやん、学校よって。早く走りたいって。俺、お気に入りですって。脱ぎ履きしやすいって言うてましたやん。あっちはこっちでしょ。帰ってきました。おかえりなさーい。おかえりなさーい。帰りました。はい、ということで、今回はてかもう箱がもうあれやな。箱が何かってかバレバレやったな。2位もにしてます。今回はですね、小春さん、スニーカーを買うなんですけど、お気に入りのスニーカーしか履いてくれない、こういう現象が起きてます。はい、皆さんのところはどうでしょうか。まあ、何足かあったんですけど、もう気に入ってるものしか履かず、それだけがボロボロになり、他のものは、綺麗なままサイズアウトしていくと、そういうことが起きてましたと。で、綺麗なままサイズアウトしたやつは、黒色だったので、太一くんにおろしまして、お気に入りのやつは、おろしたおろした。お気に入りのやつは、ボロボロだけど、まだ履きたいということで、今日、自ら靴を洗いました。はい。で、まあ、あと一足あるんですけど、もうその一足だけなので、スニーカーいるんじゃないってことで、今日、行ったわけなんですけども、はい。ご覧の通り、2位も。2位も。2
ニーモに手を出しました。じゃあ早速開けましょう。はい、オープン。さあどの色を買ったんでしょうか。わー、この色、もうほとんどそれしか見てなかった。この色のやつを買った。さあ、リサちゃんのね、リサちゃんと、まあどなたかちょっとすいません勉強不足で知らないですけど、モデルさんが報告しましたね。はい、はい、それを買ったようです。はい、こういう系の色好き。はい、後半のあのドキドキポイント言っていい？ドキドキポイント、あ、気になる。はい、あの、ここ、はい、え、うん、ここの見て、うんうんうん、クリアみたい。ベロね、ここスニーカーのベロの部分ね、そこのキラキラがかわいい。ドキドキポイント、ドキドキポイント、ここもちょっと見れちゃう。え、ドキドキポイント、あ、これキラキラ、女の子が好きなポイント、ドキドキポイント、DP。で、小春さんは、以前からちょっと気になる点がありまして、気になる点、KT ですね。靴ひも、うまく結べるかわかんないということで、行ってみようか、今。はい。はい。あ、そうね。ハンコ取って、タグを切って。あ、これひもあるのね。ひもの色。あ、あかん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 。あかん、あかん。何？バカじゃないの？あなた、これで切った方がいいよ。びっくりした。はい。じゃあ、これ。やっぱりね、22センチぐらいから紐になるのよね。うん、何これ。ああ、もうパパとかこういう紐の通し方とかめっちゃ気になるけど、あ、これはこれは上手に通ってるね、これ紐。綺麗に通ってる、左右対称、うん、ちゃんとなってるわ。いくで、こうする。今どうなってる。ちょっと待って。で、これをリボン結び、うん、うん、そうそうそう、いけて、いす、いけて、おお、いけてる、いけた、いけてる、いけた、いけた。こっちもやってみる。はい、たまたまさ、小原の友達と出くわしてさ、参考に足のサイズ聞いたらさ、え、20とか21とかだったのか。めっちゃ小さかったな。え、年上やな。びっくりした。小原、今回買ったの23なんですけど。初めて23やけどね。大きめや。あ、まあまあね、大きめを買ったんだけど、その子21でも大きいのって。うん。お、言うてる間に、できましたよ。できるやん。どう？うーん、うん、今日のパンツがね、ちょっと太めだけどちょうどいいんじゃない。おい、かわいい。ちょっと短くしてさ、靴下見えるスタイルもかわいいかも。ほら、はいはいはい。でテレビでは見てんけどさ、最近厚底がまた来てるのかな。あ、そうそうそう、ちょっとかわいい、ね、あ、かわいいかわいい、そういうのかわいい。久しぶりに黒じゃないの見た。いい感じ。 うん、キラキラ、女の子っぽいし、パパと姿勢比べるって、うん、さあ、厚底を履いた娘と赤い靴下を履いた父どう？足の長さ一緒。え？腰の高さ似てるな。え、僕もずらしてるから。え、なんでずらしてんの？パパも中学生の時から腰パンやから。いやいや、普通っぽいで。え、実際っぽい。そんなやばいやばいやばい。でも背は全然違うけど。誰が探索やねん。ていうかさ、紐靴ってさ、毎回くくるもの？くくらん。ママはもう一回くくったら、ずっとくくらへんけど。くくらんよ。あ、タイジが。キャンプしそうでね。タイジが散歩から帰ってきた。このさ、ソニーカーのさ、サイズを選んでるときにさ、22.5 を探してたんだっけ。今履いてんのが22センチで、22.5 を探してみようって言ってずっと探してたん。全然なくて、全然なくて、全然なくて、あれこれ、22.5 やんって出したんがさ、ずっと22と思ってたことやってん。これ全部ママの仕業やねん。なあ、あの時間返してくれ。そんな時もあるよ。いよいよなんか、成長。なあ、うん、わかるこの感じ。スニーカーがさ、なんかだいぶ、大人っぽいというか、大人と変わらんことになってきてるな。うん、どんどん服にも興味持ってくるし、ね、久しぶりに会った人とかにお姉さんっぽくなったってよく言われるよね、うん、いいんじゃない。いい買い物した。かわいい、靴下見えてんのかわいい。いいと思う。ヒアとか合ってる。まあ、いいんじゃない、今回のスニーカーは大成功で。うん、出た。どうしたん。え、いつ来て。ほら、何？また壊したの？ドア。ここここ。え？何？隙間ある。ほら。
伸ばしたり寝てる。またドア壊した息子が。だってさ、だって開けたら鳴ったよ。ここ。ちょっとドア壊れてるよ。ノブが抜ける。もう出られへんくなるやん。